様、こんにちは。モーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今聖地で浄化中です。さて、初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。そしていつも見ていただいている皆様、本当に本当にありがとうございます。さて、今週のウィークリーなんですけれども、今週ね、星の流れがむちゃくちゃ華やかというか、すっごく大きな動きがあります。まず1月の11日、この日はね、天につながる日と言われている天赦日、1年に6回ぐらいしかないんだけれども、まず年内最初の天赦日に一粒万倍日が重なってる、むちゃくちゃむちゃくちゃ吉日です。だからこう新しいことを始めるとか、もうね、ほんとすごくすごくいいですね。あの銀行口座新しく開設するとか、入籍とか、もちろんね、すぐにできるわけじゃないんだけどね、あのもちろんいいですよ。で、あとは、13日が虎の日、この日もね、大きなお買い物とか開業とか、あとね、旅に出るのもいいんですよ。戻ってくるっていう意味があるから。ただ出戻るっていう意味があるから、虎の日、今週に限っては13日の虎の日は、あの結婚とかはあんまり良くないと言われている。そしてね、14日からはい、彗星が逆行します。ということは、今金星が逆行しているところに彗星逆行が始まるんですよ。だからもう復縁望んでる人は、もうね、まず今月もすっごく大チャンスだし、今週のね、14日から始まるんだけど、影響はね、12日ぐらいから出るから、もうなんかすごいすごいよっていうような形で、で特に星座で言うとね、星回りで言うと、ヤギ座さん、ヤギ座さんがすごくまずね、可能性が、復縁とかの可能性がすごく高いです。あとはね、乙女座さんもすごくいいし、カニ座さんもパートナーシップ、がね、いわゆるこう、よりが戻ったりする可能性、すっごく高いよと。今回のね、彗星逆行はね、っていうことでまずお伝えしました。よかったらね、参考にしてみてください。じゃあ今日ね、3択はこちらのカードから、はい、選んでいただきます。まあ、これでね、ラッキーカラーっていうのも見ていきたいと思います。はい、まず1番の方、2番の方、3番の方、炭が落ちてしまいましたよし、あ、よいしょ、OK。 はい、じゃあね、選んでいただきたいのは、左から1番、真ん中の方が2番、そして一番右の方が3番となってます。そしてね、今日はこのね、あのラベンダーのチビルノルマンと、あとね、こちらのタロットを合わせながらグランタブローで見ていきます。開いていきますね。はい、1番の方、さて、綺麗なグリーンですね。新たな風が吹く、今週新しい何かね、始まるかもしれません。はい、そして2番の方、はい、今度はね、綺麗なパープル、バイオレットですね。そのままでいてと、そのままのあなたで大丈夫だよと言ってくれています。はい、そして3番の方、
はい、よく出ますね。無限の想像力。いつも見ていただいてる あなた きっとね、わかると思うんだけど、あえてね、これをね、選ばなくて大丈夫ですよ。よくね、このカード出るんだけど、今週の、なんて言えばいいのかな、今、ピンときた色っていうことで選んでいただければと思います。でも、ほんとよくこのカード出るんだよね。無限の想像力。ね、ゴールド。黄色があなたの今週のラッキーカラーです。じゃあ、こちらの3択で今日は見ていきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番の方からね、綺麗なグリーン1番の方から、はい、見ていきたいと思います。開いていきます。じゃあ、さて、最初に出たのが鎌ですね。はい、そして、はい、あの人のカードが出てます。最近離れたとかね、別れたとか、連絡が取れなくなったっていう方がいるのかな。でも、なんかあの人がね、あなたのことをこれは恋しいと思ってるんじゃないかな。ワンちゃん。じゃあね、ちょっとね、並べていきますね、どんどんと。コウノトリ。あなたです。ちょっとカメラの位置ずらします。はい、カメラの位置をね、少しずらしました。見やすくなりましたでしょうか。まずね、あなたがここです。そして、まあね、やっぱあの人のこと気になりますよね。あの人がここにいるんだけれども、少しね、まあ確かに今現在は距離があるのかな。そして、まあ、あの人との関係がね、なんかあの人からちょっとこう、なんか距離を置きたいとか、離れたいとかね、別れたいとか、そういうことを過去に言われたのかなって感じがするんですよ。でもね、このお相手様、あなたに対して、来てくれそうですけどね。あなたのことを、求めてくれるというか、あなたの良さが、こう、再確認できる状況になっていきそうですけどね。
このお相手さんも今お仕事とかでもなんかこううまくいってるというか、成功しているというか、そういう感じがしますね。いわゆる、なんか潤ってる感じがすごくあるんですよね。潤ってる感じがある。そしてね、あなた。なんかね、どうでしょう。あなたがとてもね、子供が好きだったりとか、年下のお友達が例えば多かったりっていう可能性もあるし、あなたにね、実際お子さんがいる人もいるのかなって思ったりもしました。そしてね、こうなんかすごくあなた自身のこう性格、持ってらっしゃる性格がすごく一途で、なんかこうね、こう大好きな人、ね、きっとこのお相手様のことだと思うんだけど、なんかね、とてもとても大好きな人がいる。って出てて。そしてね、あなたのね、すぐ隣、右隣に太陽が出てるんですよ。今週、あなたにとって嬉しい出来事があるよと。そしてそれがおそらく恋愛のことも含めて、ってなるっていうことと、あとあの人の動きを見てたら、なんかあなたの恋愛がね、あなたの願い、あなたの恋愛がこれはね、叶っていきそうですよね。まずそれを感じました。そしてね、あなたのこれご実家ですかね、住んでらっしゃるところ、どっちなのかな。なんかこう問題、なんか居心地があんまり良くなかったりとかね、例えば今ご実家との、まあ、ご両親とかだとの関係が今少し不穏だったりとかしても、結果的には仲直りができるとか、そういうこと、いわゆるこう安心できるような出来事があるよと。特にこれお母様ですかね、のこと。特に心配されてるのであればね、なんかこう、安心できるよ、だから安心してねっていうふうに、あなたにとてもね、伝えたいです。そして、まずあなたの金運。あ、今まで少し辛かったですけどね、はい、今週はとてもいいです。あなたにとっていい、こう、投資の話とかね、なんかこう、嬉しいプレゼント、まあ、副業が成功する、まあ、そういうふうな感じで今週の金運はいいと出ています。そして仕事運なんですけれども、あなた自身がなんか次に行きたいって思ってらっしゃるのかな？なんかこう、次へのステップを今こう、情報収集してるような気がします。それはね、あなたにとって合う仕事、希望の仕事って感じがするので、すごく良さそうですね。なんか、こう、辞めて新しいとこに移るとか、なんかあなたの仕事に変化が起こってくるのかもしれません。ただ、今週ね、彗星逆行が始まるから、今まだね、情報収集するとか、まあ、面接を受けるとかはいいんだけれども、もしできるのであれば、正式入社とかね、こう、きちんとお返事をするっていうのは、2月のね、第2週目以降がいいよっていうことをお伝えしたいです。でもまあ、いろいろね、会社とのやり取りとか、お互いの都合とかがあるので、そこまで重要視はしなくていいんだけれども、知っといていい情報だとも思います。そして、こう、今週のあなたっていうのがね、やっぱりね、すごくこう、恋愛で嬉しいことがある。まあ、これ復縁もそうなんだけれども、新しい出会いとか、恋愛中の人もとてもね、こう素敵なデートとか、なんかね、していけそうな感じがします。で、あなたの友達なのかな？なんかお子さんのこととかで、もしかしたら今ね、悩みがある人、赤ちゃんのことで悩みがある人はね、
今までがこうかなり結果が出なくてね、例えばリセットして辛いこととかあったかもしれないけど、こう流れはね、嬉しい方向に行きそうですけどね、なんか希望が見えるような、そういう状態のような気がしています。あとはあなたの健康運、ああ疲れてるな、なんかこう忙しさとかね、イライラとか、こうそういうもので今あなた自身が少しこう落ちてる、疲れてるって感じがするんだけど、ここもね、なんか恋愛の、いわゆるこう恋愛の動きとともに、あなた自身がこう健康運も上がっていくのかなっていう感じがしています。なんか勉強とかね、こうちょっと頑張りすぎてたりとかしてる人もいるのかなっていう感じ。で、今週ね、あなたの金運は決してね、悪くはないんだけれども、少し使いすぎとか、おごってしまったりとか、そういうのが出てるような気がします。ということで、じゃあ今からね、月、火、水、木、金、土、日っていうことで、はい、今からタロットと合わせて見ていきたいと思います。あ、ちょっと待ってね。じゃあ見ていきましょう。はい、まず月曜日が相当の8か。月曜日ね、ちょっとね、精神的にきついとか、こう突然のトラブルとか、そういうのがあるかもしれない。月曜日がね。そして火曜日が、はい、コインの8のリバースと、あの人のカードです。あの人はね、まだ火曜日ぐらいまでちょっとてんてこまいだったりとか、忙しかったりとかするかもしれないんだけど、あなたのことはね、考えてます。忙しい中でも考えてる。そして水曜日、わあ、よかったですね。もう水曜日、むっちゃくちゃ嬉しいことがある予感です。運命の輪と星。ねえ、願いが叶う星が出てます。もうこの日、とてもとても、とてもとても嬉しいことがあるんじゃないかな。はい、そして木曜日。はい、ワンドの7のリバースと、花ですね、花束。何かこう、あなたがね、こう、もう一度この恋愛頑張ってみたいとか、なんか水曜日にね、すごく嬉しい出来事があると思うんだけれども、なんか再チャレンジとかするのは木曜日もいいよと、水木いいですよ。そしてね、ここもまた木曜日なんだよね。はい、木曜日の、コインの10のリバースとタワー。ちょっと先にカード引かせてくださいね。そして金曜日が、これが戦車のリバースと本か。あ、ちょっとね、複雑な恋愛の人は、デートとか、なんか車のトラブルとか、あとはこう電車の遅延とかね、そういうので気をつけてねっていう感じが出てるので、なんか交通手段に気をつけてねっていう感じかな。はい、そして、はい、土曜日がソードの6と子供。はい、なんかね、
この日こそ遠出をするとか旅行に行くとか、とても良さそうな流れです。はい、そして、ソードのクイーンとネズミ。はい、これが日曜日ということで、今ね、まあ月曜日から日曜日までの流れを見たんだけれども、この水曜日がものすごくいいです。そしてね、木曜日もなんかね、再度チャレンジすることはいいって出てる。木曜日ね。そしてね、金曜日は家族の間で少し問題が起こったりとか、あとね、まあ複雑な恋愛をされてる方、秘密がねバレないように気をつけてねっていうことと、あとこれまあ皆様に言えることなんだけど、交通手段、彗星逆行も始まるから、どうしても電車とかがね遅延するんですよ。で、そこに気をつけてねっていうふうに出ている。でね、土曜日はなんか友達とか、楽しい時間、旅行に行く、遠出する、お子さんとのね、なんか時間が楽しい時間が過ごせるっていうのもあるし、あとはあなた自身が何か新しいことを始めたいって思ったのであれば、なんか土曜日にあなたが何か決断をするような、そういう流れになりそうです。そして日曜日が、あなたがね、ちょっとお金をね、使いすぎちゃう傾向があるかもしれません。はい、これがね、流れ。ちょっと月曜日ね、もしかしたらね、あ、辛いなって思うこととか、体とか心の両方がね、あるかもしれないんだけど、なんかね、火曜日ぐらいから本当はね、あの人が、むずむず、本当はあなたに会いたいとか、連絡したいとか、なりそうな感じなんだけど、まだ忙しいみたい。でもね、水木、なんか嬉しいことあるよねっていう、とてもスペシャルな流れが出ました。よかったら参考にしてみてください。ね、ラッキーカラーがね、グリーンです。はい、こちらもね、よかったら今週の、来週のね、あなたに取り入れてみてください。はい、これが1番の方へのメッセージです。よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあ2番の皆様、見ていきましょうね。開いていきましょう。はい、じゃあまずね、ファーストカード、タワーです。じゃあね、ちょっとね、カードをどんどん、どちらかというと無言で開いていきます。
ちょっとね、見やすいように移動します。はい、今カメラを少し移動しました。見やすくなりましたでしょうか。まずね、あなたがここにいます。そしてあの人がここにいます。でね、2番のあなたは、今現在複雑な恋愛中なのかなというふうにまず感じています。奥さんがいる、彼女がいる、彼氏さんがいるとかね、そんな感じで見えたんですけれども、今週のあなたはね、恋愛において嬉しいことが、はい、これまずありそうです。恋愛において嬉しいことがある一週間になるかもしれません。そしてね、あなた自身がこうしばらくこう連絡とかを待ってた状態だったのかな、そんな感じがする。なんかね、新しいあなたに脱皮できる、変化できる、そんな感じもしますね。そしてね、お仕事とか金運なんですけど、ちょっとこれね、今週はね、やや、低調かもしれないです。なんか入ってくるって思ってたお金とか、帰ってくるって思ってたお金とか、なんかそういうもので、当てが外れたり、もしくはちょっと使いすぎてしまったりっていう傾向もあるかもしれません。あとね、お仕事がね、これは新しい職場に移った人がいるのかな、移る人がいるのかなって感じがしますね。なんか動き出しそうだな、仕事の流れが。なんか決まりそうなんですよね。あなたの憧れのところに決まっていきそうな気がする。なんかお仕事動きがあるような感じがします。そしてですね、あの人、太陽、家なんですよね。なんかあの人から、あなたとね、あの人の関係が、なんかすごく結婚願望とかが、お相手様がね、強くなったりとか、あなたと一緒に住みたいとか、なんかそういう感じになっていきそうな気がする。もしかしたらあの人からね、今週そういう嬉しい提案があるかもしれないですね。これはすごいな。なんかね、いやー、なんかあるんじゃない、今週ものすごく嬉しいことがって思います。そしてね、赤ちゃんを望んでらっしゃる方がね、いやー、今週いいですね。なんかこうね、ご主人も積極的だったりとか、なんていうのかな、なんかね、こう赤ちゃんがこれ来てくれそうな気がする。こう家庭の中に明るさが出てくるとかね、そんな感じがすごくします。そしてね、あなたから見たあの人が、なるほど、ちょっとね、体調とかがあんまり良くなかったのかなって気がするんだけど、それがようやくこう解放、元気な方向に向かっていくっていうのも出てるような気がします。それでね、あと伝えれることは、なんかそうなんだよね、恋愛の動きがなんかありそうっていうことと、あとね、赤ちゃんのこと、とあと仕事がね、なんかあなたの望む方向に行きそうですよっていう流れが出ています。新しい出会いは、なんかあなたから見たら年下の人とかね、なんかこう、これ紹介もあるよな、紹介っていうのもあるし、な、年下、あとはね、なんかしっかり、年下なんだけど体がすごく大きい人とか、なんかいっぱいこうご飯とかをね、食べる人っていう、そういう出会いとかもあるかもしれないですね。
てね、心配なこと、ちょっと待ってね。こう、あなた自身がね、こう、今週っていうのが、なんか嬉しいって思うことと、でもなんかまた不安がね、ちょっと出てきてしまったりっていう、このね、落差がね、少しあるかもしれないです。落差が少しあるかもしれないんだけれども、まあ、落ち着いていくとは思うんですけどね。ただ、波は少しあるかな。こうやったって思うことと、ああでもなんかここの部分がとか、そういう感じの幸せって思うことと不安なこと、それがね、なんか両方出てくる可能性はあるかもしれない。で、複雑な恋愛してる人、でもなんかあなたの方になんか幸せがね、やってきそうだな、これは。っていうかね、あの人がね、あなたのことをとっても求めてるんだよね。そして家庭をすごく恋しいとか、あなたとね、一緒の家に帰りたいとか、なんかあなたが待っててくれたら嬉しいとか、家でね。なんかそういう、なんていうのかな。こう、結婚、家庭、あなたともっと一緒にいたいみたいな、そんな気持ちがね、感じられました。ということで、今からね、月、火、水、木、金、土、日の流れを、こちらね、タロットも合わせながら見ていきたいと思います。じゃあ開いていきます。まずは月曜日。ソードの7の正位置とタワーか。月曜日はね、物事が今まで通りって感じです。大きな動きは、まあ、良くも悪くも、なんかこう、いつも通りの毎日っていうのが月曜日かな。そして火曜日がね、道。道とね、ソードのキング。あの人かな、これ。なんかあの人があなたに連絡をね、してきたり、なんかつながりたいっていう感じがするのが火曜日。あの人から動きがね、火曜日あるかもしれません。そして水曜日。ワンドのエースと手紙。すごいですね。水曜日ね、嬉しい連絡があるって出てる。嬉しい。まあこれが仕事のことでも恋愛でも友達でも何でもなんだけれども、あなたにとってポジティブな流れっていうか情報。嬉しい連絡。それがあるって出てるのが水曜日です。水曜日です。そして木曜日が、木曜日がコインの3の正位置と、鳥。これ仕事のこととかお金のこと。で、あなたに何かこう、まあ、これもポジティブな流れですね。なんかそういうね、嬉しい情報が来るよ。だから仕事とかアルバイトとか。なんかね、そういうプラスの流れの話があるのが木曜日。っていうか、情報のカードがね、すごく続いてる。ここもそうだしね。で、ここも同じく木曜日です。で、木曜日が、ソードのクイーンとクローバー。特にね、木曜日っていうのが、仕事のこと、お金のことの嬉しい情報と、あとね、あなたから見たら、年上の女性かな。なんかね、とてもこう、賢い女性からね、お誘いがあるとか、連絡があるとか、まあ、女友達。今見ていただいてるあなたが、男性でも女性でも、この女性からの、なんか嬉しいお誘い連絡があると出てます。そして金曜日が、ソードの6とコウノトリ。旅行を、
遠出、赤ちゃん、引っ越し、新しい出発、何かあなた自身の人生のこれからを決めるっていうのが、これが金曜日です。決断しそうですね。そして土曜日が、はい、戦車のリバースとクマか。あ、これ家族の問題がもしかしたらね、あるかもとか、あと交通手段だよね。水星逆行がね、始まってるからの遅延とかがあるかもって出てるんだけど、なんかもしかしたらね、あなたのお母様、あとは上司かもしれない。土曜日なんだけどね、なんかもしかしたらこれお母様であれば、なんかね、少しご両親かな、こう寂しがってたりするかもしれないし、もしかしたらご両親とちょっとここでね、何か土曜日こう争いとかがあるかもしれないので、できるだけこういたわってあげるっていうのがいいのかなって感じです。そして日曜日、はい、コインの9のリバーストキーか、こうあなたにとってこう解決したい問題、それがね、こうようやく扉が開くよとか、何か、まあ、例えばね、土曜日にちょっとお母さんと少しちょっときついこと言っちゃったとかであれば、なんか日曜日には仲直りができるとかね、そういう解決っていうものが出てます。なんかね、今週はこの家庭とかね、ご実家とか、あなたの住んでるところとか、将来の結婚の話とか、なんかそういうものがね、なんかね、出そうな気がするんですよ。そして特にね、この火曜日にあの人から動きがあるとか、こう水曜日のこの連絡とか、なんか何っていう感じで、むちゃくちゃ嬉しい流れになりそうな気がするから、火水そして木あたり、あ、でもここのね、金もね、なんか動きがあるって出てたから、なんかこの週半ばっていうのが、なんかすごく濃い一週間になりそうな気がしました。特にね、まあ、今週のこのラッキーカラーがルビー、バイオレットと、あとそのままのあなたでいいんだよっていう、このメッセージも受け取っていただきたいなっていう感じです。はい、これが2番のあなたへのメッセージです。よかったら参考にしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。モーセ姫でした。はい、じゃあ3番の方見ていきましょうね。まずは、はい、こちらのカードシャッフルしてます。見ていきましょう。さ、ファーストカードライダー。おお、なんだこれは、連絡があるのか、出会いがあるのかって感じですね。なんか連絡待ってる人、もしかしたらね、嬉しいかもしれない。ハートだ、すごい、運命の出会いとか、もう待ちに待ったあの人からの連絡があるんじゃない。花束あるね、これは。じゃあちょっとね、どんどんカード出していきます。あなたのカードだ。あー、すごいね、
ちょっとね、カードを見やすくカメラの位置をずらします。はい、ちょっとカメラをずらしました。見やすくなりましたでしょうか。まずね、あなたがここにいます。そしてね、あの人がね、ここにいて、今のね、二人の間っていうのがやいやこうね、動きが停滞してるのかなっていう気がしたんですね。でも、で、今現在複雑な恋愛とか、お相手様に彼女がいる、彼氏さんがいる、奥さんがいるっていう人でも、今まであなたはね、それに悩んでいたかもしれないんだけど、蛇のね、蛇とクローバー、コウノトリがね、出てるんですよ。じゃあこれは何かっていうと、クローバーってすごく動きが早いんです。で、クローバーとヘビ、なんか早いうちに、このね、ヘビさんの存在がいなくなる。いなくなるとどうなるか。あの人がね、こう、最近ちょっとストレス抱えてたのかなって気がするんです。でも、見てください。あの人。あなた。ほら、ここに家っていうカード。そしてね、まあ、家リング、太陽。まあね、こういうふうなネガティブなカードも出てはいるんだけれども、でも、あなたとお相手様が、こういうふうに家っていうものでつながってる。じゃあ、これは何かっていうと、キー。ね、リング、太陽も出てるからね。なんか私はね、あなたとお相手様が、こう、二人がね、一緒に暮らしたりとかね、将来結婚できたりとかね、するんじゃないかなって思いました。思った。すごいよね。あった。思った。で、なんかこう、あの人が最近悩んでたことがあったとしたら、まあそれを決断するのかなとか。まあこれが例えばもしかしたら、このお相手様が男性であれば、彼女と別れるとかね、奥さんと別れるとか、そういうこう決断をね、なんかこうするような気がする。なんか最近あんまりうまくいってなかったような気もするんですよね。で、それがあなたとのためっていう感じがして、そしてなんか流れを見てても、なんかもうあなたにもう幸せな恋愛のニュースがもうやってくるって出てるもんね。出てきて、もうこのヘビっていう存在がいなくなって、もうなんかこう幸せ一色。で、あなたにね、どうなんだろう、お子さんがいる人もいるのかな、子供が好きな人もいるのかな、なんかね、すごく赤ちゃんに授かりやすいよね。赤ちゃん望んでらっしゃる方、ここね、すごいカードがいっぱい出てるんですよ。このヘビっていう存在をなくしたらね、よりすごいカードが並んでるので、これはなんか赤ちゃんの可能性もすごくあるなと思いました。で、よいしょ。じゃあちょっとこれ元に戻します。で、なんか複雑な関係の人は何か、このあなたから見たライバルの存在が今週ね、薄くなるとか、こう消えていくとかね、そんな感じがする。あの人があなたのことを選んでくれるっていうことなんじゃないかな。そして、今までこう、なんか悩んでた、なんか長年悩んでた問題が、やっぱ動き出しそうとも出てるんだよね。で、唯一ね、ちょっとこれ気になったのが、転職。お仕事の転職とかですね、資格取得のっていうのは、もっとね、あなた自身がね、勉強頑張ってくださいとか、知識をね、頑張ってつけてくださいっていう感じが出てます。そうしたらね、いい方向に行くかもしれないんだけど、今のままだったら少し、やや、不利な状態かもしれないから、こう、もっともっと、こう、最後の追い込みみたいな形で、頑張ってねっていう風な感じは出ています。そして、いや、もう恋愛いいんだよね。出会い運もいいんだよね。そして恋愛運ももちろんいいです。
そして、まあ、今言ったね、赤ちゃんのこともいいし、引っ越し旅行をなんか今週はあんまり動かないでねかな。彗星逆行もね始まるので、なんかこう引っ越しとかはあんまりおすすめはできない時期ではあるんですけれども、下見とかならねいいんですけどね。とそういうので、ちょっとこうあなたの体になんか合わないって言えばいいのかな、なんか相性が良くないこう家とかね、なんかそういう感じがね、もしかしたらあるかもしれないので、慎重にあなたの第六感を信じてみてくださいね。そして、仕事、ちょっとこれは上司とややこうなんかお互いになんか抱えてる不満みたいなのがあるような気がします。もっとね、こうコミュニケーション取っていいのかなっていうことも出ました。で、金運、なんかね、今週、なんか皆さんに私今週言ったような気がする。なんかね、お金をね、どうしてもね、使っちゃうんですよね。だからね、まあ、3番の方は特にね、なんか入ってくるって思っ、なんか、今週だけじゃなくって、今週よりも前からお金をちょっと使ってたり、イライラで、なんかこう、ストレス発散したりっていう感じに見えます。だから少し、締めるっていうのもいいのかなっていう感じです。ということで、今から、月、火、水、木、金、土、日。こちらをタロットでね、一緒に見ていきたいと思います。見ていきます。まず月曜日です。はい、月曜日がすごい、なんかね、出会いがある。カップのページとライダー、なんかね、運命の出会いがあったり、恋愛でむちゃくちゃ嬉しい連絡とかがありそうです。あの人からかな、あの人からだったら嬉しいね。はい、そして火曜日です。吊るされの男とハート、あなたの愛が実ると出てます。今まで頑張ってきたことが叶う。ああ、素晴らしい。はい、そして水曜日が、カップのナイトと花束。ちょっとこれすごいね。もうなんかもう月、火、水。もう恋愛一色ですよ。それも嬉しいことがある。素晴らしい。はい、木曜日が、タワーとあなたのカードです。これは、タワー、これ、ルノルマンのタワーと、こちらのね、タロットのタワーは、まず意味が全然違います。でもね、タワーって基本ネガティブなイメージが正直ね、すっごくあるんだけど、木曜日、これね、あなたとタワーのカードが出てるんですよ。だから、あなたがこうむちゃくちゃ驚くようなことがあるのかなって。もしかしたら人によってはね、ちょっと事故とかハプニングっていうこともあるかもしれないんだけど、これだけいい流れが来てるから、なんかこう、すごい大どんでん返し的な、むちゃくちゃ、私は嬉しいことっていうふうに見たいなって思ったんだけど、なんか木曜日ある。そして、クロスも出てるからね。はい、これもね、木曜日。太陽。うわー、すごいな。太陽とクロス。いやー、これ、私、これいいと思います。もう、あなたが本当に驚くような、なんかびっくりするようなサプライズ、嬉しいことがあると私は見ました、木曜日。はい、そして金曜日が、ワンドのクイーンのリバースとクマ。
こうあなたにとって女性の上司、とか、まあ同僚、お母様とのね、なんかね、少しこう振り回されてしまうかもみたいな、まあ女友達とも言えるんですけどね、少し振り回されてしまうかも。金曜日です。そして土曜日がジャッジメント。わー、すごいな。なんかダイヤル花祭りですね。ジャッジメントも再生と復活のカードと鳥、復縁結婚です。土曜日すごい。白黒つく。ポジティブな方向で。そして日曜日。ヤマト正義。っていうかダイヤルかな、すごいな。ヤマト正義。あ、なんかね、正義は裁かれるって感じがするんだけど、こう、今まで動かなかったことが、ね、今まで動かなかったことが、こう、きちんと、こう、理理整然と動いていくって感じがする。ということでね、いや、流れがすごい。なんか奇跡ですね、本当に。いやー、この木曜日すごいよね。あなたですよ。あなたのカード。ね、そしてタワーと太陽の正位置とクロス。もうなんか木曜日、何かある。それも私は嬉しいことだと思う。ということで、月火水のこの恋愛の流れもむちゃくちゃいいし、もうね、復活と再生出ました。やった、よかった。ああ、すごいな。なんかむちゃくちゃすごいカードが出たので、今週、奇跡が起こるのではないでしょうか。この無限の想像力。そしてね、ラッキーカラーはゴールド、オレンジです。ねえ、なんか皆様のなんか嬉しいご報告聞きたいと思います。はい、これが3番のあなたへのメッセージです。よかったら参考にしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。モーセ姫でした。皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、まず今日はですね、2022年のモーセ姫のことをまずお知らせさせてください。お伝えしたいことがいくつかあります。まずですね、期日は決めてないんですけれども、YouTube 内のメンバーシップというのをようやく、作らせていただこうと思ってます。ファンクラブのようなものですね。これもね、まず、着手させていただこうと思ってます。まずこれが一つ目です。そしてね、実は私、誰にも言ってないんですけれども、サブちゃんがあるんですよ。そう、本当にね、皆さん誰も知らないと思うの。どうしてかっていうと、その動画っていうのは温泉の動画だったりお食事の動画だったりっていうことで、まあもちろん私の声とかも一切入ってないものなので、全くもう本当に誰も知らないと思うんだけど、でも、そのサブちゃんを今まで、有名人、芸能人リーディングっていうのも時々してたんですけれども、そのサブちゃんの方でこれからは上げていこうと思ってます。まずそれね。あと、先日、私の声が好きで、本を読んでほしいというリクエストがあったんです。それで、そういう、こう、本読みっていうんですかね。こう、寝るときに聞く本読み。そういうものも、サブちゃんの方で上げていこうかなと思ってます。
あとね、英語の、今年は英語の、いわゆるタロットリーディングもしていきたいと思うので、それもサブチャンの方で上げていこうと思ってます。まずね、そういう感じ。で、あと、まあ私自身、実はすごく方言がね、強いんですよ。で、まあ私が普通に喋った時のリーディングっていうのもなんかね、していけたらなっていうふうにも思ってます。もう聞いたらね、すぐどこの方言かわかると思うんだけど、まあ普段のモーセ姫ということで、そういう動画とかリーディングも見ていただけたらと思ってます。はい、そして最後に。やっぱりね、私、満月の日は、体調がね、良くないんですよ。満月の日は。なので、YouTube は上げていくかもしれないんだけれども、個人鑑定は、満月の日は、電話鑑定もテキスト鑑定も、もうお休みをいただくっていうことにします。なので、今までご依頼があったらね、ずっといろいろしてたんだけれども、満月の日だけはお休みをいただきますという宣言をさせていただきます。はい、不思議な宣言ですけれども、なので月に一度は、個人鑑定はお休みをさせていただきます。はい、この動画は多分別の動画でもちょっとこう使っていくような形になりますので、まずはモーセ姫からのお知らせということで、この動画を上げさせていただきました。まあ、今年、そうですね。まあ、今年か来年には本を出版したいとも思ってますし、そういうね、お声もいただいているんですけれども、まだ全然本格的には動いてない状態なので、そのあたりもね、なんかこういろいろやりたいこといっぱいあるので、なんかこう時間にどうしても追われてしまう、こう忙しい自分っていうよりも、きちんと目標がありながら、それに進みながら進んでいくっていうことを、今年はね、しっかりとやっていきたいと思います。なので、皆様また今年もどうぞよろしくお願いいたします。以上、2022年のモーセ姫の目標と、あとスケジュール、そしてお伝えしたいことでした。また本年もどうぞよろしくお願いいたします。